バイアマレ。バイアマレ、ルーマニア語、バイアマレ、ラテン語、リベアラスドミナロム、ハンガリー語、ナガバニアナジバーニャ、ドイツ語、フラウンバック、または、ヌスタトは、ルーマニア、マラムレッシュ県の都市、県北部に位置し、ササル川の中流にある。周囲を、イグニシュ山地とグトゥイ山地に囲まれている。市面積三十三平方キロメートルの中には、ブリガリ、 フリザ、バレアネアグラ、バレアボルクトゥルイチクが含まれる。人口では国内第17位であるが、市面積ではブカレストより大きい。バヤマレはルーマニア北部諸都市の中で最も人口が多い。市の高位置から経済活動が盛んであり、ルーマニア北西部ではクルージュイコールナポカ、オラデアに次いで重要な都市である。人口の大多数はルーマニア人が占める。 ハンガリー系住民のコミュニティも抱える。残り642人には、ギリシャ人、トルコ人、イタリア人、ポーランド人、スロバキア人、シュバーベン人、ドイツ南西部出身者らが含まれる。第二次世界大戦前、バヤマレには大規模なユダヤ人コミュニティがあり、1000人以上が暮らしていた。戦時中のホロコーストの結果、市内には130人ほどのユダヤ人が住んでいるに、 過ぎない。2004年の主人公は14万9735人で、ある。市は、グトゥイ山地とイグニシュ山地の近くにある。山地の標高は1400メートルを超える。山地一帯は人目を引く風景で有名で、市からアクセスが容易である。これらの山地の中にはスキーに適した丘陵もある。市は、バヤマレ谷の中にあり、全方を丘と山に囲まれている。 周辺地域より、市の気候は穏やかである。これを証明するのは、地中海性気候で育つとされる栗の木が、バヤマレ郊外で植生が見れることである。バヤマレは、栗の北限の地である。しかし、気温は冬季には、変化が激しく、低、摂氏に0度になることも時にある。夏季は温暖で、国内平均より涼しい。北から、 東の産地のために大気が妨げられることから、降雨量は極端に高い。年平均降雨量は1000ミリメートルである。最初に氏名が登場するのは1142年、ハンガリー王、ゲーザ2世がトランシルバニアザクセン人を移住させたことに始まる。定住地の名はドイツ語でフラウエン・バッハ、ラテン語ではリブルス・ミナルム、ハンガリー語ではアッソニパトーカと呼ばれた。貴婦人たちの 婦人老側という意味である。1347年、ラヨシュ一世によって特権を授けられたことが分かっている。1411年、ハンガリー王はセルビア皇とベオグラードとバヤマレを交換した。ベオグラードは1411年から1521年の間、ハンガリー国境の城となる。同時期の記録からバヤマレには造兵局があった。 トランシルバニアで最も有名で古いものの一つであった。1446年、鉱山とバヤマレの辞書がフニャディ家の繁栄の元となった。ルーマニア語での使命バヤマレは大きな鉱山を意味する。タイトル古戦の英雄フニャディアーノ氏は聖イシュトバーン制度の建設を命じ、この時期に作られたイシュトバーン島は今も市のランドマークとなっている。 1469年、マーチャーシュ王は侵入者を防ぐため深い堀と広大な野来を作って死の防衛を強化し、より強固な死壁と要塞等を建てて防御構造を発展させた。バヤマレは印象的な要塞となった。1567年、トランシルバニア港、シグモンド・ヤーの主によって死はトランシルバニアへ併合された。 その後、ハンガリー王国の里回る県に含まれた。1600年、市の債務のいくつかを取り消ししたことの感謝の印として、地元鉱山の借地人、フェリシアン・ヘルブシュタインは、ワラキア港未俳優観光の像を刻んだ金貨の製造を命じた。この肖像入り効果は、収集家の間で、貨幣学上の大きな価値があるとされる。17世紀には、市と周辺は、 トランシルバニア公国へ併合された。氏名は公式にナジバーニャと呼ばれていた。1703年、ラーコーチ・フェレンツ二世と並ぶ伝説のアウトロー、ピンテアビテアズルが目撃された。彼は、クルク反乱の間に、ハプスブルク家の支配下にあった死を解放したのだった。1889年にはルーマニア語で描かれた初の新聞が発行された。 グティヌル氏は習慣で社会、文学、経済の記事を載せていた。1910年、町には12,877人の人口があった。そのうち77.6%がハンガリー人、20%がルーマニア人、1.4%ほどがドイツ人であった。同時期、町の自治体域には3584人が暮らしていた。 83.73%がルーマニア人、15.13%がハンガリー人であった。1920年のトリアノン条約から1940年の第二次委員裁定の間、バヤマレはルーマニア王国の一部であった。1940年から1944年までハンガリーに占領されていた。 第二次世界大戦後のパリ条約で、市はルーマニアへ復帰した。1952年から1960年、市はバヤマレ地方に属したが、1960年から1968年までマラムレ市地方に属した。1968年以降、マラムレ市県となっている。経済活動は、周辺地域の鉱山事業に支えられてきた。しかし、 1989年のルーマニア革命以後、鉱山事業は目に見えて衰退した。近年は、市経済を回復させた別業種にとって変わられている。現在は、ショッピングモールやスーパーマーケットが建てられている。陸路のインフラは、他都市との接続が良い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。